ずるい人の方が人生うまくいく <music> こんにちは一生使える勉強法を書いているアッキーです それでは今回は佐久間信行のずるい仕事術、僕はこうして会社で消耗せずにやりたいことをやってきたについて解説していきます。この本は元テレビ東京プロデューサーの佐久間さんが書いた本です。佐久間さんはテレビ東京に入社してすぐ 芸能界もテレビ界も自分には合っていないなんならサラリーマンは得意じゃないそう感じたそうです休みはほとんどなく先輩にはのみに連れ回されますそんな日々を送りながら自分が面白いと思えるコンテンツを世に出したいでも芸能界の苦手な部分になれるのが嫌 そう考えた佐久間さんは周囲と戦わずに自分のやりたいことを実現する方法を考えましたそれがこの本に書かれているずるい仕事術です会社にとって都合のいいだけの存在にはならないよう真正面から受け止めず消耗するのをやめてうまく仕事を回す作戦を立てるそんな誰とも戦わずに周囲から抜きんでる方法がこの本では62個書かれていますこのの動画ではその中から僕が現 前線して9個解説していきます早速使ってみたくなったずるいけど活用できそうそう思った人はいいねやコメント欄で教えてください1個目雑務こそチャンス誰にでもできる退屈な仕事っていうのはどんな会社どんな人にもあります雑務っていうのは基本的にやりがいもなくて忙しい割にスキルも自信もつかないそんな仕事とつい考えがちですでもそれは違います 誰にでもできる仕事の中に自分にしかできない仕事に変えられるものがあるそう考えてください。 どんな仕事にも面白くする余地や改善の余地があります佐久間さんは AD 時代に撮影の小道具として使うサッカー部の女子マネージャーの手作り弁当を用意するように監督に頼まれましたあくまでも小道具のためカメラにはほとんど映らない弁当です適当に作れば数十分で終わるような作業です しかし佐久間さんはおにぎりをサッカーボールに見立てたり配置にこだわったりするなど深夜までロケ用の弁当を作りました朝になって現場に入ると監督がその弁当を見て次のように言いました台本を変えようこの弁当をメインにしたいこの瞬間誰でもできると思っていた仕事が少しの工夫で自分オリジナルの仕事に変わりましたこのように退屈な仕事でも自分が真剣に考えて 工夫を凝らして周りを喜ばせることができたらそれは立派な自分にしかできない仕事に変わりますそのプロセスを楽しめればストレスは減って上司の評価も上がりますせっかく任された仕事なら自分オリジナルの色を加える一工夫をするのが大切です 小さな仕事でも誰かが必ず見ています雑務をいかに自分にしかできない仕事に変えて周りの信用をためるチャンスにするのかこのように考えるとどんどん仕事は楽しくなりますあなたも仕事がつまらないと感じた時は工夫することを意識してみてください2個目ほうれん草は合理的な最強のツール 報告、連絡、相談は仕事において基本中の基本と言われています。今一度この重要性を認識してください。この中で特に大切なのが報告です。報告で共有すべきは進捗状況と優先順位です。理由は2つあります。1つ目は 上司をを不安にさせせたたり文句を言わせないためです報告ができない人は上司に文句を言われます。そして上司を不安にさせます。進捗が見えないと上司は不安になります。あなたが仕事をサボっているんじゃないか。行き詰まっているんじゃないか。そういった妄想を持ちます。その結果上司はあなたを束縛しようとします。そんな環境では思うような仕事はできないです。そこでほうれん草が重要になります。例えば この人からは A の仕事、あの人から B の仕事を振られています。でも優先順位はクライアントに振られた C のため、今日は C をやります。上司に聞かれなくても、このように事細かに自分の状況を報告してください。あなたがどれぐらいの仕事を抱えているのか、上司が把握できれば、あれもやっておいてと無茶振ぶりされることがなくなります。 2つ目の理由は上司の上司に文句を言わせないためです当然ですけど上司にも上司がいますつまりほうれん草をする義務はあなたの上司にもあるってことです あなたがほうれん草をサボれば上司はほうれん草ができなくて上から怒られてしまいますそうすれば上司は自由を奪われてあなたも自由を奪われますほうれん草っていうのは組織の中でストレスなく仕事をするには欠かせない合理的な最強のツールですこれをうまく活用して仕事量をコントロールしてください3個目会議は事前準備で勝つ組織の中では 誰でも最初はその他大勢から始まります。ではその他大勢から抜け出してやりたい仕事を手にするチャンスはどこにあるのか。それが会議です。会議に出るときは会議で絶対に勝つ。それぐらいの気合いを入れた方がいいです。ただしこれは上司や先輩を言いまかす話ではないです。周りの人からこいつはやるな。 面白いやつだそう一目置かれて決定権を持つ人に存在感を見せることこれがその他大勢から抜け出すポイントになります特に若手のうちっていうのは目に見えて成果を出せるチャンスが少ないです だからこそ日々の会議が仕事の本番と考えて真剣に取り組むべきです。会議で一目置かれる人になるには準備がものを言います。具体的には想定される質問と回答、必要な資料、前回の会議で話題に出たこと、をこれらをしっかりと準備して会議に臨んでください。出席している人にこいつに任せたら仕事がスムーズになる。そう思わせればあなたの勝ちです。会議を頑張りどころと捉えれ お酒のの席だったりりプライベートの時間で張り切らずに済みます飲み会やゴルフで上司と仲良くなるよりもはるかにコスパがいいです仕事で結果を出したいそう本気で考えるのであればまずは会議で結果を出すこれを優先してください4個目自分のキャラを理解する ああなたたは rpg ゲームをしたことがありますかドラゴンクエストやファイナルファンタジーのようなロールプレイングゲームでは必ずキャラクターごとに特徴がありますドラクエであれば勇者僧侶魔法使いなどキャラクターによってできることも違いますこれは現実の仕事でも同じですチームで活躍するためには自分のキャラクターやスキルをメンバーに正しく理解してもらう必要があります チームで力の出せない人は能力が足りない人ではないです。自分が勇者なのか、僧侶なのか、魔法使いなのか分かっていない人です。例えばあなたのチームが魔法が使えないのに杖を持った勇者と身体能力が低いのに 斧を持った魔法使いがいるチームだったら協力して魔王を倒せると思いますか仕事で成果を出すためにはその人のキャラクターやスキルに合った仕事をする必要がありますだからこそ周囲の人から適切な武器を与えてもらうためにはあなたはまるまるができる人と理解されることが大切です自分の得意を知ってもらえば周りはあなたに合った仕事を振りやすくなります Excel 作業やプレゼンテーション 顧客との雑談など何だっていいですあなたが得意な仕事を見つけてそれを周りにアピールしてください得意な仕事ができれば当然評価が良くなって得意な仕事をたくさん受けることができます5個目部下の叱り方あなたがリーダーで部下を注意したり叱ったりする時に大切なポイントが2つあります1つ目はシラフで話すことです お酒を飲むまででは絶対に説教しないいくださいお酒を飲むと感情や言葉のコントロールが効かなくなることがあります。注意は冷静に感情ではなくて論理でした方がいいです。あくまで仕事として叱ることを意識してください。 2つ目は個別に話すことです指摘や注意をするとき相手の立場やプライドを守るやり取りを心がけて相手に明らかな日があってもちゃんと逃げ道を用意することが大切ですメールで注意する場合も一斉送信ではなく個別に連絡するようにしてください一方メンバーに感謝するときや褒めるときのメールは関係するみんなを CC に入れた状態で送ってください 褒められたメンバーは喜んでくれて他の人もそれを見ればポジティブになります。この2つのちょっとしたコツを活用するだけでチームにはいい空気が流れていきます。部下を注意するときはこの2つを意識してみてください。6個目、メンタルマネジメントを最優先する。メンタルのマネジメントは何よりも優先すべきです。どどんななに大き仕仕事事ででももれだけ意義のある ないいでですす仕仕事事っていうのは所詮仕事です守るべきは仕事よりもあなたのメンタルです。メンタルを悪化させていくストレスは借金のようなものです。 許容できる範囲の借金は貯まっていても週末だったり祝日だったり休日に返すことができますしかし許容範囲を超えるとその借金は返せないどころか利子のように膨らんでいきます大切なのは何が続くと自分の心が本当に折れるのかしっかりと把握することです例えば毎日残業がある頭ごなしに怒鳴られるなど人それぞれいろんな種類の無理スイッチがあると思いますこのスイッチだ は誰にも触らせないようにしっかりと守ってください嫌なことからは逃げるが勝ちです 自分の心を守るからこそ本当に集中すべき仕事に没頭できます一度メンタルを壊してしまえば調子を戻すのには長い時間がかかってしまいますだからこそメンタルのマネジメントを最優先にしてもうダメだと感じたら逃げてしまいましょういい仕事っていうのは心の健康の上に成り立っていますたかが仕事と割り切って大切な仕事に集中できるそんなメンタルをしっかりと整えてください 7個目、無敵のメンタルを保つ方法、仕事の先が見えなくて辛い、今の会社にずっと居続けていいのかわからない、サラリーマンだったら一度くらい。 このような悩みを持ったこことがあるはずですこのような時におすすめなのが期限を決めることです。期限を決めてゴールを設定してそこまでは全力で努力することが大切です。例えば3年以内にやりたい仕事に任命されなかったら移動願いを出すとかあと1年間この仕事をやって面白くなかったら辞めるなど期限を決めてください。 期限を決めるのはあなたが100%の力で打ち込むためです。いつまで走ればいいのかわからない、そんなマラソンは途中で力を抜いてしまいます。ででもゴールまであとと10キロと分かっていれば ペース配分をしながら全力で走ることができます努力すると決めたらその期間は仕事一本に全力投球してくださいこれだけやってダメだったら仕方ないと思えるくらい全振りすることがポイントですやりきってから判断しなければ逃げた気持ちや後のメタさが自分に残ってしまいます ダメだったらいつでもやめれるそんな気持ちを持てばメンタルも強く保つことができますもやもやした時こそ明確なタイムリミットを設けて努力してほしいと思います8個目上司を分析する仕事は好きなのに上司のせいでうんざりしているこのような時は感情のスイッチをオフにして論理的アプローチに切り替えてください まずは上司に言われたことを書き出して最近どんなことを指摘されたのかしっかりと分析をしましょうこれを書き出したら上司の指摘に納得できるのか丸と罰をつけてください 言っていることに一理あると思ったら丸聞き入れられないと思ったらツこのようにバツをつけていくと上司の何が不快かが見えてきますそもそも言っていることが理不尽なのか上司のコミュニケーションの取り方がストレスなのかその結果によって解決法も変わってきます仮に丸ばかりであれば言っていることは正しいけど言い方がストレスになっているとわかります そうなれば、これをもとに口調が厳しい点を改善してもらえないか。 上司に提案できますまた、罰ばかりで対処法が見つからないときはその表を持って上司の上司に相談してください。言いたいことを言わないと環境っていうのは変わらないです。ただし理由もないまま反発をしたらただのわがままと思われてしまいます。だからこそ分析が大事です。上司の性格を知った上でそれを根拠に交渉するようにしてください。 9個目、人を責めずに仕組みを変える何かトラブルが発生すると人はすぐに犯人を特定しようとしますしかし個人のせいにしてその場をしのいでいてもいつか同じようなトラブルがまたチーム内に発生しますミスっていうのはどんな時でも起こりますミスのない仕事なんてないですそのためチームで大切なのは犯人を明らかにすることよりもトラブルに至った仕組みを特定してそれを解決することです あらゆるトラブルっていうのは全て。 個人ででではなくてチーム全体で考えることです個人的なミスの裏には必ず仕組みの問題が隠されています例えば1人に大きな負担がかかっていたりダブルチェック機能が働いていなかったりですそれを解決しなければミスをした人が成長しても忘れた頃にまた別の人で同じ問題が起きます問題の原因を個人の能力に求めてしまうと個人のスキルアップに頼ることになりますそこでこれは業務 チーム分担の問題とかチェック体制の問題と捉えることです。そう考えることで、チームで解決策を考える頭に切り替わります。 個人の成長を待たなくても短期間で解決できる問題はたくさんありますまた仕組みに不備があったり風通しが悪かったりするチームではメンバーが十分に力を発揮できないですもちろんいい結果も期待できないですトラブルが起きた時はチームの仕組みに目を向けてください一つずつバグを直していい仕組み作りを変えて前進することがチームにとっては大切です解説は以上です 人生っていうのは長いですその長い人生のうち大半を占めるのが仕事と向き合う時間ですそんな中たかが仕事と考えるだけで仕事っていうのは実はうまくいきますそして楽しくなりますその結果仕事はうまくいって人生はどんどん良くなりますこの本にはさらに50個以上のずるい仕事法が書かれています新入社員や管理職などどの立場の人でも参考になる内容です気になった人はぜひ手に取っ 読んでみてください今回の解説が勉強になったという人はいいねやコメントをください本日もご覧いただきありがとうございますぜひ次の動画でお会いしましょう